皆さんこんにちは。GOYOUの部屋ナビゲーターのユーリです。今回は NPC キャラを動かす方法の男性キャラ編です。早速ですが、まずは男の子にキャラチェンジします。やり方は前回の動画とほぼ同じですが、使う衣装が変わります。今回は警察官の衣装に着替えていきます。着替えたら、操作したい NPC キャラのところに向かいましょう。というわけで、みんなが大好き、佐藤先生からやっていきます。佐藤先生に話しかけて、運ぶを選択します。次に、そのまま操作キャラの、女の子のいるところに向かいます。女の子にキャラチェンジして、男の子に話しかけて、運ぶを選択します。こんな感じのポーズになったら、成功です。そのまま男の子にもう一度キャラチェンジします。そうしたらクローゼットに向かい、好きな衣装に着替えましょう。佐藤先生を操作するので、今回はスーツにしたいと思います。着替えると佐藤先生になれました。こんな感じで操作キャラ同様に自由に動かすことができます。せっかくなのでスーツの色も佐藤先生に寄せちゃいますね。今回も NPC 本体は首なしになるようです。佐藤先生を操作できるようになるのは嬉しい人も多いんじゃないでしょうか。私もそのうちの一人です。顔の表情などを変えたい場合は NPC 本体に話しかけて変更できます。他の男性 NPC キャラでもやってみました。まずは GOYOUの部屋しんちゃんシリーズで登場した美獣マイクでやっていきます。話しかけて連れて行っちゃいます。先ほどと同じく女の子にキャラチェンジして男の子を運び、また戻ります。そして好きな衣装に着替えましょう。美獣マイクになれました。実はこのバグで一つ感動したことがありまして、ジェットパックや武器を使えることも嬉しいのですが、バイクや車といった乗り物にこのバグの状態のまま乗れるというのが感動でしたね。このバグも座布団バグのように公式公認バグになるといいんですが、ぜひ修正しないでほしいですね。前回の女性キャラ編でもお伝えしましたが、このバグができる NPC キャラとできないキャラがいるようです。ちなみに佐久間商事の野々村さんでこのバグをやってみると目がおかしくなってしまいました。私は今回この3人の NPC キャラしか試していないので、他の NPC キャラでもできるのかいろいろ試してみて私に教えてくださいね。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。皆様のコメントもお待ちしています。ベルボタンを押せば新着動画のお知らせが届くので、ぜひ押しておいてくださいね。